四天雲霧は、卵化雲霧相続属の地勢の多年層。偽球形は、長さ1から2センチメートル。葉は、茎の基部に2個が相対してつき、長さ5から13センチメートル、幅2から5センチメートルの卵状楕円型で、先端は、二部頭、または、やや鋭頭で、円は全部、または一部が波打つ。表面は、無毛で光沢がある。 傭兵は長さ2から6センチメートルあり、傭身とほぼ同じ長さになる。火器は6から7月。高さ10から25センチメートルになる家剤が直立し、先端に4から14の花を僧状につける。家剤は緑色で行線があり、毛はない。とは長さ2から5ミリメートルになる卵型で、先端は鋭、形となる。花柄脂肪はねじれた梵棒状で、 長さ8から11ミリメートルになり、緑色であるが時に紫色を帯びる。背角編は、線状皮疹型で先は、やや鋭形、長さ8から9ミリメートル、幅2から2.5ミリメートル、時にわずかに外巻きになり、直立するか、やや反極する。側角編は、東欄形、または、頭皮疹型で先は、やや鋭形、上部でねじれ。 長さ7から9ミリメートル、幅3から3.5ミ、mm、リメートル、三角辺は緑色がかった紫色を押している。側下辺は線形で先はドン型、長さ8から9ミリメートル、幅0.5ミ、mm、リメートルで垂れ下がり紫色。新辺は卵上長楕円型で、円は全円か微細なしががあり、長さ8から9ミリメートル、幅6から7ミリメートル、 中央で強く反り返り、先端はどんがたかとがり、全体に単行緑色で紫色の脈があり、基部の溝は小紫色になる。随中は長さ4から5ミリメートルになり、内極し、上端に円形の翼がある。花粉界は4個あり、漏出で黄色。薬房は卵形で微突起がある。日本古有種。北海道、本州の東北地方。 中部地方、四国の霊温帯に分布する。和名、四天雲霧は、紫天雲切れの意で、同族の花が緑色の雲蛛切り層に似るが、神殿の基部の溝が小紫色になることから言う。種小名パーパーロビテタは、和名と同様、紫色をした縦に、太線のあるという意味。2008年に、 国立科学博物館植物研究部の筒道恵、湯川智久、加藤正宏によって日本植物分類学会が刊行する学術雑誌、アクタファイトタクセナミカイジョボタニカに論文が掲載され、新種として記載された。これまで、岩手県、長野県、富士山麓からよく似た個体の報告があり、南部雲霧、安住雲霧、筑摩地川地、 不学雲霧などと呼ばれていたものである。一見、雲霧草に似ているが、花の形や塩基配列が、雲霧草や、同族の多種とは異なり、新種とされた。2006年7月に、新潟県南魚沼郡湯沢町において、筒見らによって採集された標本が、タイプ標本となっている。ありがとうございます。